was worried you'd blow up my reputation. But I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah.9時55分です。起きるよネビー。しゃ、準備完了です。今日はね、ベージュ系でちょっとコーデしてみました。アンデコレーテッドのチェックパンツにオーラリーのサファリシャツですね。さあ、今日は朝活でクローゼット紹介動画を昨日撮ったやつを今日編集して今日中にアップできたらと思っております。今日も全力強くで頑張っていきましょう。レッツゴしきれなかったんで、またちょっと今日は夜に作りたいと思います。クローゼット紹介めっちゃ長くなっちゃった、30分ぐらいになっちゃったんで、ぜひみんな見てくださいね。仕事向かいます。9時です。 Go go let's go。 ベージュでオーラディアンデルコレーテッドマルジェラ全身ベージュコーデ、ベージュで。ありがとうございました。はい、また。ありがとうございます。さあ、お疲れ様でした。今日は営業終了して、これから渋谷に飲みに行きたいと思います。時間があるので、スタバでちょっと作業してから動画編集して向かいたいと思います。このどこかで食べます。どれにしようか。マジでよ。お疲れ様です。ご飯。どういう、あ、おう、どうただいま帰ってまいりました。今11時1分です、今日はね、元先輩とちょっとご飯を食べてきて、いろいろとね、ちょっと未来のこととかね、将来についてちょっと話してきて、だいぶエネルギーもらったんでね、僕もちょっと頑張っていきたいと思っております。今日はちょっとね、お話ししようと思って、やりたいことを楽しくやるにはどうしたらいいか、そういうことについて今日はちょっと軽く話したいと思います。年末からね、YouTube とかも本気を出してやり始めて、いろんな人とお話しして、まあ、なんかターゲット層、どういうターゲット層を狙ったりとか、 SEO 対策だったり、自分のアップしたものを考察して改善して、どういう動画が伸びるかとかをすごいいろいろ考えてやってきたんですけれども、自分自身そんなになんかこう狙ってやったのが伸びなかったりとか、これ結構伸びるかなっていうのが伸びなかったりっていうのが結構ありまして、まあ、そういうのもいろいろ経験した結果、結論、まあ、なんかみんなに見てもらえるものを作るんではなくて、まあ、自分がやりたいもの、自分が楽しいものを動画で作っていこうと最近思っております。なので、なんか自分が何をねしたいかとか、自分のやりたいことをとりあえず楽しんで全力でやってみる、
今後はねそういう方向でちょっと進めていって、まあ、その自分がね楽しい自分の楽しいをみんなに見てもらえたらなと思っておりますので、まあ、ぜひね今後も、よろしくお願いいたします。それではアリーオーラリーの 2020SS を要チェックです。やっぱいいね。起きましょう。消えた。選択と選択。俺は選択をするぜ、選択をするぜ。パンツを干す。選択をするという選択。俺はその選択。朝起きて選択をするという選択。毛沢東。毛沢さん、選択は毛沢さん。ヘイヨーヘイヨー。準備完了です。今日はねお休みなのでちょっとね朝から打ち合わせが代々木でありまして、そちらに行って、今日一日ねホットヨガしたり筋トレしたり、あとはいろいろとね今後のちょっとね進展の話をしたりとかね、いろいろちょっと進めていくことがありますので頑張っていきたいと思います。じゃあ今日も全力投球で行ってきます。渋谷です。今後の新しい計画の打ち合わせなので多くはまだ語れないんですが、もちろん発表したいと思います。さあ打ち合わせ終わって今中目黒にやってまいりました。中目黒のカフェレッドブックっていうね、そこも内装がおしゃれなカフェでカレー屋さんかな、そこに行きたいと思います。レッツゴー。レッドブックというカレー屋さんです。レッドブックカレーめっちゃうまかったです。ぜひ皆さん行ってみてください。今日もいい天気です。今日は打ち合わせ続きでちょっとカフェでお茶したんで、この後また打ち合わせをして、その後ホットヨガで筋トレして鍛えたいと思います。さあ今また打ち合わせが終わって、これからホットヨガに行って鍛えて筋トレもしていきます。 GO!飯を食ったんで、ね、ジムに行って筋トレしたいと思います。さあ筋トレです。どこのジムかは秘密です。今ね渋谷で筋トレしてめちゃくちゃ鍛えました。
でそのままちょっと歩いて池尻にあるロビーというバーに行って酒飲みたいと思います。行ってきます。さあたどり着きました。バーロビーです。参りましょう。池尻大橋からね、家まで30分ぐらい、まあ30分ぐらいって言ったら家の場所がねバレちゃうかもしれないんですけど、そんぐらいのね距離でずっとね恵比寿ジャップの動画見て帰ってきました。恵比寿ジャップ最高です。ということでね、今日もね休みで最高のお休みでした。明日も最高の一日にしたいと思いますので皆さん頑張っていきましょう。それではアリー。今日も充電しないでちょっと。グッドモーニング、レッツゴー。今日はねオーラリーのセットアップにオーラリーのこのカシミヤニットを合わせてちょっと大人っぽい感じで決めてみました。今日今7時40分でちょっと朝に後輩の川島くんてこにね髪をカットしてもらいに行ってきます。今日も全力投球で皆さん頑張っていきましょう。レッツゴー。セットアップでちょっと大人っぽく秋冬仕様で決めてみました。今日朝カットしてもらうんでね、ちょっとまだ髪はセットしないで出発したいと思います。今日は営業後に夜に YouTube のなんかグッズとかを作ってる会社の社長さんと打ち合わせをねちょっと行ってくるんで、なんかグッズ作れたらいいなとかね。じゃあ今日も頑張っていきましょう。それではアリー。昨日筋トレしたんでプロテイン摂取。プロテイン摂取します。プロテインを摂取するぜ。筋肉水道水、水道水で水道水を飲む。男は男らしく水道水を飲む。よし。さあ今日は雨ですね。今日ちょっと髪切ってもらうんで、この Vlog 上げる前にきっと僕のこの髪型のオーダーの仕方を動画にしたいと思います。お楽しみに。というか多分上がってるんでぜひ見てください。はい、お願いします。あ、T シャツ。さあ今日朝から髪を切ってもらいます。結構後輩の子に切ってもらうことが多くて、あんまり他の美容室とかには行かないんですけど、まあ、大体切ってもらっちゃうことが多いですね。はい、サンキューです。じゃあこれで仕上げます。撮ってるプレシャスワックス、こんぐらいを。今日はダウンスタイルで決めていくぜ。やべ、超軽くなった。軽くなりましたよ、だいぶ。だいぶ軽いよ。おぉ、いい感じや。いい感じや、よかったです。やばい、これ若返ったわ、本当に。やつって元から若いからな。いい感じです。
上のクリニック。ネイルつけた方がいいんですか？なんでつけるんですか？これささくれとかできちゃうから爪にもオイル塗ってあげるといいみたいです。サンドイッチです。普通 の、 あの一般の人はそこにつけるでしょ。あ、そう、うん、僕は違うんです。新しい。僕は端につけるんですけど。あ、そうなんですか。食べてないと。はい、よろしくお願いします。ちょっと行こう。出れるかな。楽しみにしてる。はい、ベースの解説して。ありがとうございます。さあ今日は今営業終了して今から蔵前にある YouTube のデザインのグッズとかをね作ってくれるっていう会社の方と打ち合わせに行ってまいります。 Let's go。 さあカッテンアイリーが下、今は時刻は12時。いや今日はねビフォーアフターの動画でジョジョ風に語るっていう動画を作っちまったからよ、ぜひみんな見てくれ。ということで今日は打ち合わせでちょっとねグッズを販売、通販とかで販売していて、YouTube だったりインスタとかのインフルエンサー向けのね、グッズを作ってくれるっていう会社の時にちょっと打ち合わせをしまして、なんかオリジナルグッズ作れたらなと思っているので、そちらの方はちょっとね今後発表していけたらと思いますのでぜひご覧ください。ということで昨日筋トレしすぎてマジ筋肉痛。いや今年はねちょっと体絞って夏に向けて海でブイブイ言わせちゃおうかなってことで筋トレもしていこうと思います。今日も全力で楽しみました。明日も全力で楽しんでいきたいと思います。それではおやすみなさい。髪を切ってもらいました。またマッシュにしてね、ちょっと下ろしてでしばらく行こうと思います。ということで明日も早起きしたいんでもう寝たいと思います。それではアリー。